東山都市立図書館は東京都東山都市にある公共図書館。中央図書館、桜が丘図書館、清原図書館からなる。運営は東山都市による。1954年7月、東京都立図書館の移動図書館紫号が東山都市へ巡回を始めた。1970年頃から市民の中に図書館建設のための動きが芽生え始める。 東山都市は1971年に図書館建設基金積立を開始。公民館講座や PTA 読書会を端緒に次々と文庫活動が開始した。利用登録が可能なのは東山都市に在住、在学、在勤している者、隣接し在住者である。図書、雑誌、CD 等、合計12点、2週間貸し出しできる。建物面積、 構造受賞歴米軍山と空軍施設跡地に建設された桜が丘団地に開設された初の文館。市役所の集会所、児童館を併設した複合施設、桜が丘市民センターの2階にある。周辺には都営や東京都住宅供給公社、都市再生機構、民間によるマンションが多数立ち並ぶ。 基礎情報東京街道団地の建て替え事業に伴い、開設された。市役所の出張所、集会所、老人福祉館を併設した複合施設、清原市民センターにある。隣接した東山都市立第三小学校と連携した児童サービスに力を入れている。基礎情報中央図書館開設に先立つこと7年、前から運行を開始した。 当初8カ所であったステーションは最大13カ所まで増えた。その後の各図書館整備により、令和2年度現在、水曜日午後に5カ所のステーションを各州で巡回している。どんぐりコロコロがテーマ曲である。図書館職員には水見号利用者だったものも多い。通常運行のほか、市内小学校などの求めに応じて、読書循環行事に、 学校へ向かい貸し出しを行うこともある。また2011年に発生した東日本大震災の復興支援として同年5月から10月まで宮城県石巻市に派遣された基礎情報ありがとうございます。